はい、天秤座の皆さん、こんばんは。アストロカウンセラーの田原です。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は4月12日の新月から4月27日の満月までの流れをタロットカードを中心に見てみたいと思います。4月全体の流れはですね、4月の星からのメッセージで1ヶ月全体として解説しているんですが、まあ4月も中旬になったので、この新月から新たに後半どう過ごすかをカードを中心に見ますね。で、今回もですね、撮ったら撮りっぱなしでそのまま公開しますので、こんな風にちょっと言い詰まったりとか聞きづらいところはご容赦ください。はい、そしてタロットはね、なんて言うんでしょう、そうなるよっていうよりも、それを見て何か気づくことができたり、あ、じゃあこうしようって一つ自分が方向を決めれることで、すぐに未来っていうのは変わっていけますのでね。はい、ちょっとそうね、4月の星占いの時って私3枚引きでやったんですけど、ちょっと4月後半のキーカード1枚引いておきます。天秤座さんね、プリンスオブソードで、戦っていけるって感じがしますね。戦っていくっていうのは別に争いを起こすっていうことではなく、勇気を持って自分が挑んでいけるっていう感じですね。はい、まあちょうど4月って人間関係が非常に強まってる時ですし、いい関係性を引き寄せる時でもあるので、その時にね、なんか自分が誰かに救われるとか、いい風に引っ張ってもらえるっていうよりも、自分から入っていける勇気も与えられるんじゃないでしょうか。4月12日って本当パートナーシップのことを意図するのに適しているので、なんか怖いんだけど言ってみるとか、そういうのはすごくいいと思いますけどね。じゃあちょっとね、見てみますね。今恋愛運いい時ですからね。いい時なのに何もないっていう方は、何かしらきっかけをこの4月12日に意図してください。なんか何でもいいから動いてくださいね。では一緒に見てみましょう。なんか頑張る気があるって感じですね。ワンドルナイトにカップの2、ジャッジメント逆、ペイ、ちょっと待ってね、喋ってると、いいですね。はい、やっぱりね、スタートするっていうエネルギーが強いです。マジシャンも出てるし、エースが2枚も出てますし、まあ今月後半のキーカードがやっぱり挑んでいくっていうカードなので、何に対して挑むかっていうのはもう何でもいいですよ。新しい仕事を得るために面接受けてみるとかでもいいし、誰かに連絡取ってみるとかでもいいし、自分をもうちょっとプッシュしてみるっていうのもいいですね。今何かね、不可能を可能にする力が自分に与えられているみたいな感じだし、与えられてるっていうより自分が目覚めようとしているっていう感じかな。自分の中にあった強さに気づいて、それを使おうとしてる、出そうとしてるみたいな感じで、それをきっかけになるのが、おそらく人間関係を通してっていうことが一番強いかなと思ったんですね。で、少し前、特にこの4月の前半ですね、自分が思ってるほどうまくいってないなとか、あれおかしいなと思って悩んだりと考えたりすることがあったとしても、うまくいってるとしたらどうだろうかって思ってみてください。今自分がなんかおかしいぞって、全然うまくいってないぞって思っても、もしこれでうまくいってるんだとしたらどうだろうかっていうふうに考えてみると、価値を見出す、新しい価値に気づき始めるかもしれません。とはいえ、現実はなかなか進まないとか、思ってるほど動けてないとかね。例えば頑張って面接受けてみた。自分をアピールしてみた。でも返事がなかなか来ないとか、大好きな人にアプローチしてみた。でもなかなか返事が来ない。こう、なんかいまいちって思ってるかもしれないんですけど、やっぱり相手だって考える時間とか、物事って多少はタイムラグがありますから、なんかうまくもうダメなんだわっていうふうに諦めるっていうよりは、とりあえず意図をしといて、あとはちょっと自然の流れを待っていると、ちゃんと、あ、始まってたみたいなことがあると思います。そして最終カードがね、キングのカップの逆なんですよね。だからすごく自分がなんか求めているものが強いのかもしれないですね。カップっていうのは、やっぱり与えられる喜びとか、自分の中から出てくる喜びってあるはずなのに、
相手も同じだけの喜びを示してくれないと嫌だわとか、何かその要求が自分の求めている要求っていうのが実は高いかもしれないので、十分ですよっていうことを自分に言い聞かせてみてほしいんですね。でもう一枚キーカードとして引いたのがペンタクルスの2なので、やっぱり状況は変化していく、なので進んでないように見えて実は進んでますっていうこともありますし、なんかこう止まったり、ドラマですよね、いわゆる何でもそうですけど、ドラマティックな方が盛り上がるので、なんかこう、うまくいってないような感じがあるからこそうまくいった時嬉しいみたいなね、そういうこう浮き沈みは誰でもありますよっていうのがメッセージですね。でちょっとね、今回もう一枚ちょっともう一枚っていうかちょっと違うカードも引いてみていいですか。気をつけることとしては、自分の役割に徹しすぎないでくださいって感じかな。本当の自分を隠して建前の自分で自分を守るみたいなことしてませんかみたいな、本当は寂しいとか本当は辛いんだけど大丈夫みたいに、強い自分で強い自分を作ってませんかみたいなことを問われています。まあ実際今ね、自分の中からすごく強い力っていうものが目覚めようとしてるっていう時なので、本当の強さってやっぱり自分の弱さを認めることから気づいたりもしますよね。なので本当はどうなんだろう、本当は自分はどう感じてるんだろうっていうことを自覚すると、よりいいっていうのかな。例えば自分は絶対できるって思ってポジティブに無理してポジティブにそう考えてやってみたけど、あれうまくいかないじゃないかって時にうまくいってないってことになるんだけど、本当の自分はそんなことできっこないって思ってるみたいなこと、もし気づいたとしてですよ、そうだとしたらその割にはうまくやってるなとか、その割には頑張ったよねっていうことで自分を認められたりとか、進めてる自分に気づけますよね。そんな感じでちょっとこう本音の自分の本音に焦点を当てるっていうこともしてみてください。これもやっぱ真実っていうカードなので、本当の自分で歩いていくっていうカードですね。まあそれがいいんだと思います。でそうすることによって与えられる恩恵、この後半ね、与えられる恩恵は恵まれた才能です。4月の23日まで自分が本当に頑張ったこと、調べたこともそうだし、挑んだことっていうのはその後に必ず生かされてくると思います。それが新しいこう世界を開く鍵となるっていう感じがするので、何かしらね、今目覚めようとしている感覚に感覚を生かすためにも、等身大の自分に気づいて、そして弱いなら弱いなりに、強いなら強いなりに、できないならできないなりの挑戦をしていってください。はい、ということで今回天秤座さんはこんな感じです。もし何かしら気づきになったよとか役に立ったよという方は、ぜひいいねボタンやチャンネル登録もよろしくお願いします。次はですね、4月27日に5月の星占い占星術をメインとした解説をしますので、そちらも楽しみにしててください。最後までご視聴ありがとうございました。失礼します。